everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。9月28日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。もうね、名古屋もね、かなりね、夜がね、寒くなりましてね、王子もね、いつもね、パンツ一丁で寝てるもんですから、朝方ね、ガタガタ震えてね、羽織物もせずに寝てますのでね、風邪ひいちゃうかなって思ってます。滑り王子マスクマンでございます。はい、今日人間ドックの帰りに、歩いてウォーキングしながら帰っていたら、なぜかおじいちゃんに野菜持ってかんかって言われて、かぼちゃとつるむらさきをいただいた味噌煮込みスキーと、まあ、ご存知かもしれないですけど、ちょっとあれですね、アイスクリーム今ハマってるんですよ。で、一つハマってるのは、かじるバターアイス、あれがですね、美味しくて美味しくて食べてるんですけど、まあちょっと言う、まあ一言言うなら、もう少しボリュームあってもいいのかなと思うダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、怖い。今週のテーマは怖いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、ラッパーでラジオパーソナリティをされています、上間一生さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上・海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、沖縄の紅芋丸焼元部長誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。先週のですね、風邪でまだね、いただいてましたので、泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。自転車通勤する僕にとって風は大敵です。風が強い日は自転車が前に進まず大変です。なので風が強い日は親に頼んで車で会社に送り迎えをしてもらっています。じゃあまたねってことでございます。あの、風強いと進まないですからね、自転車はね。ね、本当にね、かなり脚力がいりますんで。うん、なんか全然違いますよね、なんか、うん、うん、そう、風強い日ね、大変、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。では、先週のテーマで引き続き、はい、関西から品場もろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、ザ・デストロイヤーさん、こんばんは。え？テーマが風ということで、なんでこのテーマになったのかと自分なりに推理してみました。この 3,4 週間前、自分が提案したブルーベリーがテーマに採用されました。それから間もなく別のリスナーさんの提案で早口言葉になりました。リスナーさんの提案がメッセージテーマに採用されがちな傾向を見るに、
ああ、風邪と言ったら痛風、俺いじりやんけ、という結論に至りました。痛風というのは、いろんな食べ物や飲み物から生成される尿酸というコンペイトーみたいなイガイガの結晶が、本来は水溶性だから尿と一緒に出るべきもの、脳と一緒に出るべきものが体内に残って重力でつま先まで下がり、コンペイトーが神経を刺激して痛くなるのです。風が吹いても痛いってよく言いますが、風が吹かなくても痛いです。ただいま絶賛門闘病中で、江戸時代の拷問かと言いたくなるほど水攻めを自分に課しています。皆さんも気をつけてくださいね。あ、痛風のダンサーズ先輩も頑張りましょうね。いやもう分かりますけどね、痛いのは、うん、本当に痛いですよ。あの痛風ってあのつま先だけじゃないんですね、あれ、あのかかとに出る方もいらっしゃいますね。いろんなところに出るっていう、ね、上半身に出る方もいらっしゃるんですよ。そうなんですか。自分の場合はあの左親指の付け根ですね、そこがすごかったですね。足のそういうねところの付け根は痛いですね、どちらにしてもね。 でも例えがね、ペンチでつねられたっていうところを聞いて怖いなと思って。あ、本当にそういう例えでいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、風で来ています。はい、ですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近は朝晩涼しくなり、日中はまだまだ暑いのですが、おととい久しぶりにグガニファームに遊びに行った後の帰り、国道58号線を高速道路に乗るまでの間、窓を開け運転していたら心地よく海風が吹き、気持ちがよく帰ることができました。緊急事態宣言が解除された後、またグガニファームに行くときは心地よく海風に当たって向かいたいと思います、ということでございますね。まあそうですね、車乗っててね、風が心地よいんで、運転もしやすいですよね。ね、今日のウォーキングも心地よかったですよ。それは野菜もらったからです。いやいやいや。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。こんばんは。ありがとうございます。はい、テーマ、風。先週、アキさんの話題で盛り上がっていましたが、そういえば、カルメン・マキさんの私は風というロックの曲がありました。非常にかっこよくておすすめですよ。中森明菜バージョンもいいです。昭和の私は嵐は私は風に触発されたものらしいです。ということで。ありがとうございます。どんな曲だろう。ね、聞いてみたいと思います。うん、アーティストはわかるんですけどね、うん、曲がわからないですね。ね、ちょっと聞いてみたいですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、続いてですね、はい、今週のテーマですね、はい、怖いできています。はい、お願いします。はい、うどん県大好きさんからです。はい、ありがとうございます。私が子供の頃怖かったのはテレビの静止画です。天気予報が始まる と終わる時に流れる天気予報という文字を絵がすごく怖かったです。怖い絵と文字はいつまでも頭の中から離れませんね、ってことでございますけどね。なんかもう目に焼き付いちゃってるのかな。ね、恐怖がね。うん、それが天気予報っていう感じ。天気予報なんですね。うん、というね文字とね絵がねすごく怖かったらしいんですよね。あれかな。もしかすごい天気が気になってしょうがないってことなのかな。ね、どんな、うん、でも何がねその子供心に恐怖になるかわかんないですよね。うん、そうですね。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では行きますね。はい。はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、怖い。僕の怖いは、ジェットコースターなど、高いところから落ちるような状態になることです。もう嫌です。このようなアトラクション系は楽しいだろうな、と分かっているのですが、無理してまでは乗りたくないですね。傍から見るのはいいですよね。お三方さんはジェットコースター好きですか？嫌いじゃないんですけど、うん、大人になってからね、うん、こうなんていうのかな、こう胃がこう上がるっていうの、うん、こうなんかね、そのこう感じがこう嫌になりましたね。ね、なんかこのなんかあなるじゃないですか、なんかなんていうの、こう、うん、なんか、うん、言葉で言い表せようがないような感じのね、うん、であれがねちょっと嫌だなと思いましたね。うん、それ以外はね、まあ、うん、それにならなければ、
結構乗れるんですけど、うん、なんか結構若い時はすごい好きだったのに、なんかもうこれぐらいの年齢になってくると、なんかもう心臓とか胃とかいろいろそういうところが気になって、ね、ダメですよね。そう、気になるんだよね。ね、うん、ダンサーズはどう？ジェットコースター。まあ、ジェットコースター苦手です、ね。苦手なはい。ということで。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、はい。ゲストですね。はい、では、CM になりました。はゲストコーナーです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、鶏物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。今夜はラッパーで、ラジオパーソナリティをされています上間一生さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。あ、はい。名前は上間一生と言いまして、ラジオが好きで、沖縄県内でラッパー SEC というクルーの一人で、ラップ活動もしております。で、毎週木曜夜8時に、FM 那覇というところで主役と通行人 B ラジオという番組をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。私一生さん、まあ私一生さんというよりもイメージが強いのはパラパラさんなんですけどもああ、はいはいはい。パラパラさんとはいつですかね、3年前ですかね、に初めてお会いして、で、そうですね、はい。で、確かですね、海に突き落とした覚えがあるんです。あー、バーベキューの時ですね。はい。はい。いや、青春の1ページでしたね、あれもまた。いや、青春からもうおっさんなんですけど。はい。いや、そんなような思い出がありまして。まあ、さっきパラパラさんって言いましたけども、ラジオトークもされてますよね。あー、そうですね。沖縄県のミュージックシャワーという番組に。はい。
メールを送って、その時のラジオネームがパラパラ、一文字でも違ったらダメと言います。そうですね、はい。うん、今ね、お聞きになれてるリスナーさんも、聞いたことあるというふうに思われてるかと思いますけども、なんといってもそのラジオが大好きでということで、以前なんかツイッターでしたっけ、ラジオネームを、はいはい、ずっとラップでやってましたよね。うんうん、あれって何かきっかけがあったんですか？はい、そうそう、皆さん、僕、パラパラ一文字でも違ったらダメというふうにツイッターで検索していただくと、はい、沖縄県内のリスナーさんの名前だけで曲を作ったのをツイッターにアップしているんで、ぜひとも聞いてほしいんですけど、あれはもう完全に自分発信でやりました。あ、サンプリングもされたんですか？すいません、ですね、あれは YouTube でフリートラックって検索すると、いろいろ出てくるんで、その中から選ばさせていただいて、ラップは載せてますね。はい。そうなんですね。うん、うん。ああ。いや、ま、もう、パラパラさんよくラジオネームをね、私もお聞きしてるので、わかりますけども、はいはい、そのラジオネームをですね、ツイッターでも読まれてたものが、今、ここにいますので、変わります。はいはいはい。はい、あ、はいはい。ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。あ、お久しぶりです。ご無沙汰しております。バーベキューで会った以来でございますね。はい、そうですね。ね、もうあれ3年前ぐらい。もう3年前ですよね。早いですね。まだまだあの頃は、はつらつとしておりましたけども。ねえ、もう、いやいや、そういえばいろいろあったみたいで。まあいろいろ手術もありましたけれども。ね、この沖縄県内リスナーの曲ですけれども、いやもうありがとうございます、はいはいはい。私も入れていただきまして、めちゃめちゃかっこよく出来上がってましたよね。名古屋のダンサーズさんとともにね、入れさせていただきました、ありがとうございます。ね、ぜひこれ、ツイッターでね、また皆さん見ていただけたらと思いますけれども。ね、いやでも、あれで、ちょっと番組、最初から聞かさせていただいたんですけど、はい。僕たちの共通の好きなラジオのリスナーさんも結構投稿してくれているんですね。そうですね、はい。ね、銭形警部さんとか、はい。さんの特急サザンさんとか、はい。はい、僕の番組にも送ってくださいって言ってましたね。あ、そういえば、ラジオやられてるということで。はいはいはい。でも、あれですか、最終回なんですね、次回。うん、あさって最終回です。残念。聞いていただ、多分、皆さんのラジオはツイキャスも配信していましたっけ、はい、ああ、私たちの番組はツイキャスも配信してますけど、はい、やってますね。はい。そしたらこのコメント欄が多分めちゃくちゃ動いてると思うんですよ。この番組は、きっと。今、そうですね。パラパラさんって、ね、今、甘神子しおりさんが言ってますね。はい。僕の FM 那覇の番組は、はい。はい。毎回故障してるんじゃないかってぐらいフリーズ画面しか出てこないんですよ。動かないですよ、ツイキャスが。え、そうなんですか？そう、誰もコメントしてくれなくて動かないんで、ぜひとも、明後日木曜夜8時に FM 那覇のツイキャスの方に来ていただいて、はい、桜でもいいんで皆さんお疲れ様でしたとかコメントいただけると嬉しいですね。もう一度、木曜日の夜8時ですね。もう一回しっかり、はい、お願いします。はい。案内を。案内。はい。はい、よろしくお願いします。木曜、はい。明後日の木曜夜8時。はい。FM 那覇。検索していただければツイキャスの方に、飛ぶことができますので、ツイキャスネームも FM 那覇で、番組飛べますので、ぜひともあさって FM 宜野湾さんも聞きながら、はい、FM 那覇も聞いていただけると幸いです。FM 那覇さんですね。ツイキャスでも見られますか？うん、はい、見られます。ツイキャスだとリスラジ、あとまあ、リアル電波、はい、そうです ね、うんうんうん、ぜひともぜひともということでですね、実はですね、パラパラさんが海に、突き落とした時に、一緒にですね、この、犯行を加担した者がいますので、変わります。お、どなたでしょうか？はい。こんばんは、マスクマンでございます。お、お久しぶりですけど。お久しぶりでございます。あまり絡んだことないですよね。うん、そうですね。もう今はですね、頭の方にね、はいはい、滑り王子っていうのがつきましたね。もうそちらの方がね、先行してね、
王子滑ってますよってよく言われるんですけど。ああ、うん、めちゃくちゃいいっすね。うん、はい、トーク滑ってないんだけどね。今パラパラさん。多分滑ってるんじゃないか。え、そうなの？はい、あのね、ちょっと一つね、はい、パラパラさんでご質問があるんですけど。はい、あ、はい、何でしょうか。今、車の中？今、車ですよ。はい。カチカチ言ってるもんね。あ、ごめんなさい。消しました。消しました。はい、それずっとやってると、警察の方が来てね、職務質問されるんじゃないかなと思って、ヒヤヒヤしてましたよ。ああ、いや、全然全然、もう今は大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。ねえ、はい、そちらの方にね、私がいたらね、必ず職務質問したのに、何やってらっしゃるのって。いや、もうこれは沖縄県で名誉ある今、ラジオに出演させていただいてますと答えてますか。あらまあ、それが絡んでるのがですね、滑り王子マスクマンですよ。はい、大丈夫かしら。もう一度いいですか。滑り王子マスクマンがね、ええ、うん、ね、職務質問ですよ。ちょっとこれ、電波に乗せるとまずいんじゃないかなっていう。あ、なるほど。今から職務質問されるということですね。うん、あ、今から？あ、じゃあ今から。あ、違う。あ、いろんな意味でね、はい、ちょっとまた話変わりますけども。はいはいはい。パラパラさん、本業は、ラッパーさんなんですか？いや、本業はサラリーマンしてます。あ、そしたらもう、多方面にいろんな、こう、そう、最たるあれがあるわけですね。うん、そうですね、うん。はい。営業していますので、普段は。すごいですね。それでラッパーできて、同時にね、口回らなくてね、噛んで噛んでしょうがないから、たまにね、噛み噛み王子とも言われてますんで。おだまり。あら。これでよく、これでよくね、この電波に乗せて喋ってるねって言われるぐらいなんですよね。おだまり。あ、ちょっと待ってください。はい。そういう人こそラップやってほしいです。あら、そうなの？ちょっとこれ簡単にまとめますけど、YouTube で、喫音症、はい、喫音症ってあるじゃないですか、もう声が出なくなる、どもるっていうか、はい、喫音症っていうのがあって、はい、その高校生の子がラップに出会って、普段喋るときは喫音が出てしまうけど、ラップやるときは出ないと。それで自信をつけたっていうのが NHK さんに紹介されているんで、それ YouTube にアップされているんで。あ、そうなんですか。喫音ラップって皆さん検索していただきたい。喋りに自信がない人こそラップやってほしいです。本当に。パラパラさんちょっといいですか、滑り王子を元気づけてどう、はい、なんかあるんですか、ね、あ、いい。ラップイコール怖いとか難しいっていうイメージをこの番組借りて払拭させたいっていうところですね。はい。でもラップもあれ、韻があるんですよね。醍醐味ではありますね。うん、ね、はい、なんかあるんですよね。で、それをね、よくテレビなんかでもね、拝見しててね、はい、なかなかそこら辺が上手く出てこないなっていうね、頭の回転が悪いっていうのがね、すぐ分かりましたね、自分で。あ、ちょっと待ってください。そういう人こそ、ラップやってほしい。やっぱり。やっぱりそういう人こそ。やっぱりそうだよな、ね。ね、パラパラさん、SPC としての、ラップとしての、活動って、今どんな感じでしょうか？今僕が所属している SPC はですね、リーダーが、今、宮古島に転勤しているので、はい、あら、なんと、そうなんですね。そうなんですね。なんと、まあ、来年には帰ってくると思うんですけど、今2年間ぐらい休止中ですね。はい。なので個人で動いてるっていうような感じです、僕が。なるほど、うん。そうなんですね。またね、じゃあ、はい、ね、そうやってかっこいい活躍を楽しみにしてますけれども、はい、とりあえずは、あさっての番組ですね。はい、FM那覇さんですね。はい。ぜひとも桜の皆さん、よろしくお願いします。はい。はい、ぜひですね、FM 那覇夜8時、番組名、何でしたっけ？主役と通行人 B ラジオと言います。主役と通行人 B ラジオですね。はい、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。そして、はい、ツイキャスもみんなで、ね、にぎやかにしていただけたらと思います。お願いします。ぜひとも。はい。で、最後に僕がツイッターに上げてるリスナーさんの名前だけで作った曲も聞いてほしいですね。はい、はい、それはパラパラ一文字でも違ったらダメで、ツイッターで検索すれば出てきますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、夜、FM 那覇夜8時、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。はい、ということで、はい、お時間となりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の電話ゲストは、上間一生さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いいたします。R&K のパパさんからです。ダンサーさん、みそにさん、トゥルントゥルンツルンツルン、滑り王子さん、こんばんは。俺、髪の毛あるんだけど。あ、お肌の話じゃないの？あ、そっちか。ごめんね。それはちゃんと受け入れますよ。王子の場を効率つかせるトークも怖いですが、我が家の息子、G がとにかく怖いらしく、どんなに小さい G でも悲鳴を上げ私に助けを求めてきます。G っていうのは多分あれですね。うん、ね、ね、あの台所とかにちょこちょこちょこって出るやつですね。はい、扉ですね。はい、はい、しかし私を呼んでくる間に隠れてしまうこともあり、そうなると落ち着いて寝れなくなるのです。でもよく考えてみると何ら害を与えてるわけではないんですよね。見た目だけで嫌われる G、なんだかかわいそうな気もします。それでは今夜は効率く放送に。なりませんように。全然なってないよね、いつも。とっても、あったかな、アットホームな、あれでしょ？あの放送でしょ？お引き取りください。お引き取りください。やだよ。はい、続いてです。なんだそれ。やだよってなんだ？やだよってなんだ？今の。だってお引き取りくださいって言われたから、やだよって言った。もうちょっとごめんなさい。ちょっと動揺して原稿落としちゃった。もうやだなぁ。はい、続いてですね。ただいま台風は、近づいてきている南大東島のアンツバです。ありがとうございます。大丈夫ですかね。風だいぶ強くなってるみたいですけど、はい、20年くらい前に当時働いてた会社のプレハブの寮にいた時、890ヘクトパスカル台の台風が直撃して、台風の目に3時間後吹き返しが始まると、プレハブの津波決めがガタガタと揺れ始めて、プレハブが飛ばされるのではないかと怖かったんです。なんとか持ちこたえましたけど、台風16号は上陸の確率は低くなりましたが、王子、家の外の片付けは明日までにしましょうね。王子はね、はい、ちゃんとやってくださる羊が、羊がちゃんと片付けてくれるので、何度も言いますけど、羊ってね、ミーっていう羊ではございませんよ。はい、エンディングです。あれ、はい、エンディングです。来週のテーマは数字の3。来週のテーマは数字の3です。3にまつわるエピソードをお待ちしております。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモ丸焼元部長誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。はい、来週。どうぞ。エンディングで終わっちゃった。はい。はい、今週もお聞きくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。葛飾の陳さんがね、先ほどパラパラさんの言ってた、喫音症の話で、はい、うん、ラッパーの話をね、紹介してくれる、リンク先あるので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、あと、ひふみさん、パラパラさんのツイッターアカウントのリンクありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして、はい、メール、また来週紹介します。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。来週またね、はい。はい、あと5秒です。はい。さよなら。あれ、ガラガラは？ガラガラやらないんだ。うん。なんだそれ。じゃあまた来週でーす。はい。